より会議を開きます。理事補欠選任の件についてお伺いいたします。委員の異動に伴い現在理事が7名欠員となっております。この際その補欠選任を行いたいと存じますが、先例により委員長において指名するに合意にありませんか。合意になしと認めます。それでは理事に今枝宗一郎君、島尻愛子君、谷光一君、西村康稔君、花志康弘君、大串博志君、および重徳和彦君を指名いたします。令和3年度一般会計補正予算第1号、令和3年度特別会計補正予算特第1号の両案を一括して議題とし、審査に入ります。まず、両案の趣旨について政府の説明を聴取。